MF を機の皆さんこんばんは。第60回目のリアル会合が始まります。よろしくお願いします。お願いします。さあということで本日は私アンカン民間富所とタウン会合の泊まるで進めていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。それでは今回のゲストをご紹介させていただきます。今回のゲストは長年看護師として病院勤務を経験、その後ロコモ予防などフリーランスのナースさんということですよね。フリーナースとして様々な活動を行っております、山田さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。山田美鈴です。よろしくお願いいたします。しました、すいません、はい、天使ですね。天使、うん、はい、いやめっちゃ困ってましたね急な意地にめっちゃ困ってました。そうそうそう、ナース服の件触れておきましょうか。スタジオにナース服のそうそう、これあの株式会社ナースステージさん、はい、アンファミエ、はい、この、 あの企業さんから提供いただいてる。それはファッション雑誌ですか。ああの看護用品が何でも買えちゃう看護の、会社。初めて見た。本当ですか。どこで売ってるんですかそれは。あこれ通販です。あと店舗もあるんですけど、普通にそうあの一般の方が、うん、買える看護師さんはみんな知ってる、なるほどね。アンファミエ、はい、アンファミエ、そうで、その提供品の森花江さんの白衣です。すごいな、はい、やっぱこのね、はい、ナースの立場の中ではやっぱりちょっと珍しいというか、そうそうそう、まだ変わった働き方だから、そういうのも応援されてるということでね、はい、そんな山田さんにフリーナースの働き方改革というテーマで今日はいろいろお話を伺っていきますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今回のテーマフリーナースの働き方改革ということでございますが、まずフリーナースっていうのはどういうことですか。ね、なんかあのフリーナースって例えばフリーアナウンサーってあるから、はい、よく聞くことですね。そうなんです。だからなんか一般的にはフリーランスナースらしいんですけど、はい、私はもう勝手にフリーナースってあの短く言っちゃって、私が作ってる方法なのすごいじゃないですか。そうそう、でもパイオニアもパイオニアじゃん。勝手に言ってるだけなんです、はい、だから本当に合ってるかどうかわからないんです。いやいいでしょうけど、分かりやすいですよ。そういうことなんですね。分かりやすいよね。短く言ってる基本けど、やっぱりナースってあそうやっぱ僕のイメージだとどっかの病院とかって所属してなんぼの職業って思ってます、うん、確かに、うん、それがフリーなんですよね。あそうなんです、うん、でしかもフリーになろうと思ってフリーになったんじゃなくて、はい、結果フリーで、うん、そうだからでもねあの確定申告とかいろいろやらなきゃいけないので、まあフリーナースっていうんで、どこでも企業さん公務も、はい、企業さんも、はい、学校も、うん、まあ、病院も介護施設もどこでも受けられる、はい、まあ、フリーな看護師っていうところでやらせてもらってるんです、うん、どういうことですかそれ。なんでやろうって思ったああ大門みすずみたいな感じなんですか。そうそう、今のマジドクター X のねね、正直あの40歳の時に、はい、看護師でやっぱちょっとね正直ちょうど体の変化もある年齢だったりするんですけど、はいはい、ちょっともうこれ以上働けないな同じようにっていうちょっとそこがあったんですね、うん、っていうかちょっと待って1個で確認させてください、うん、もう40は超えてらっしゃる。あそうなんですよ。言っちゃいましたね。それがもう1回全然信じられない。一回それ言っといて、はいはいはい、なのであの、まあ、少し休もうと思って病院を卒業という形で私は捉えて、まあ、やりきったんですよ。なるほど、やりきったんです。外科も内科も小児科も大人も、はい、で、まあ、あの少しゆっくりしようと思ったら、うん、いろんな仕事がどんどん来るんで結果フリーになっちゃったんですよ。うん、じゃあそれまでの活動がやっぱり認められそうとこがあったってことですよね、うん、キャリアをちゃんと総合病院できちんと正社員で積んでたから、うん、看護協会さんとか、うん、看護連盟さんとか、うん、企業さんとか、うん、あの倫理法人会さんとか、うん、いろんなところから仕事が来るので、うん、もったいないよってわけになったんだ。なんか現場もまだ全然できるのでね、うんうんうん、なのでそれがなんかだから結果フリーになったので、あ、なるほど、そうするとまたフリーの看護師さんいないから、うん、その話をしてくださいっていうのが、はい、大阪だったり東京だったり、まあラジオだったりいろんなところからお話が来て、うん、だからなんか割とこの何年 ?3 年ぐらいでフリーランスナースみたいなのがすごく、はい、あの大阪東京あたりですごく流行ってきて、うん、え、天野さんちなみにフリーランスナースになってどんぐらいなんですか今。5年、へえ、5年ぐらいですね。あそうなんだ、けどまだ5年っていう感じですよね。それはね、そうなんですよ。で、まあこれやりながら、はい、まあ、初めて社会人みたいなことですよ。なるほど。なんでかっていうと、うん、もうね、あの高校看護学校行ってそのまま社会人になっちゃったから、病院という公務員の病院というすごくね、うん、あの狭い世界で生きてたので、はい、ある種外見なくて済んだわけですもんね、普通に言ってればね。そうそうそう、うん、だからそれで、まあ、卒業したタイミングでやっといろいろな職種の方や、はい、職種の方や企業さんとか学校とか介護施設だったり、あと
まあ、訪問看護だったり、はい、いろんな看護師なんだけど、うん、でもいろいろな、なんだろう、看護師の立ち位置だったり働き方があるっていうのを毎日日替わりでだからこの5年間やったわけでしょ、わりかし、うん、ただなんかそれがなんか刺激的で楽しくて、いやまさに働き方改革じゃないですか。で、あれですよね、もうこの天野さん見てればわかるけど、うん、その刺激がいい方だったんですもんね。あ、そう、私の方からすごく楽しかった、うん、面白い。そうなんです。だけど、まあ、これも結構やりきった感があって、え、ちょっと待って、嘘ですよ。そうそうそう、ダメですよ。そうそう、何勝手にやりきってるんですか。そうそう、でも次やりたいことが決まってるから、はい、今度介護と看護授業をもっと大々的にやっていきたいんです、うん、なるほど。そうだから、まあ、全然無駄じゃなかった。っていうか、じゃあフリーになったらどんどんやりたいことやれることが見えてきちゃってる感じなんだ。あ、そうなんです。あと問題点が分かってきたんですよ。フリーになりたいからどうすればフリーになれるんですかっていう相談も受けるんだけど、うん、実際もしかしたらやっぱ難しかったりもするので、うん、だから私がその場所を作っちゃえばいいやみたいな、うん、だから介護施設とか病院とか訪問看護を正社員で勤務してると、はい、副業ダメだったりとか、うん、それ以外ダメなんですよ。でも私みたいに欲張りな人は、看護師もやりたいけどセミナー講師もやりたいとか、ロコモ予防の寝たきり予防のレクリエーションの体操をやりたいとか、いろいろ出てきちゃうわけですよ。そうするとダメって制限されてるから、やりたいことがやれないんですよ、うんうんうん、だからもう本当自分らしく自分のスタイルでもうこう介護看護の世界を楽しくこうやっちゃえばいいんじゃないかなって。これは素晴らしいパイオニアですね、うん、安倍さんは天野さんを見て働き方改革を思いついたんですね。すごいな。だから本当ね、この一緒、この第2、あ、まだあれだか、はい、仲間が例えばライターナースだったり、はい、プロのスノーボーダーのナースだったり、うん、自分の好きとか得意を職業にしながらも看護師も現役なんですよ、うん、だからいろんな人がいてもいいんじゃないかなって。これやっちゃダメとか、はい、看護師以外はダメって制限されると、はい、苦しい人がいっぱいいるんです、ね、こういう変わった人、はい、うん、そう。いや、もう僕も本当業界こそ違えどお笑いの世界がやっぱキングコング西野を筆頭に、あの組織の時代が終わりを迎えてて、うん、個人の時代になってると、うん、で本当に、まあ、言い方悪いですけど、うん、マジで何にも考えない個人は死んでいくよと、惰性で働いてる組織にいる、うん、惰性で働いてる人は死んでいくと、まあ、当然のことですけど、そういう世の中が、まあ、インターネットですよね、おそらくね、多分ね、うん、が個人発信ができるようになっちゃって、うん、っていうことで来るよって、まさにだからそういうことですよね、うん、だから合致してますよ。とにかく楽しく働きたいんですよ、好きなことを全部仕事に、わがまま、うん、そう、欲張りなんです。天使、うん、欲張りなんです。でもそれで良くないですか、楽しく働いてたら、うん、だってみんなね、ご病気の方や、うん、お家でね、終末期を迎えられる方をいるので、うん、まあ、自分たちが心から元気で、ね、働いていれば、多分いるだけで多分元気を与えられる気もするし、うん、やっぱり、うん、自分たちが元気じゃないとやっぱり救える人が少なくなっちゃう。いや、めちゃくちゃいいですよ。だってこれ先週の川原さんの話じゃないですけど、やっぱ一人一人の生産性高めていくしかないわけじゃないですか、うん、まあ、ある種、ね、うん、モチベーションと生産性を、うん、それまさにですよね、今体現されてらっしゃるというか、うんうん、まあ、ちょっと一個言うならば、うん、天野さんだからできてんじゃねえかとかっていうところもやっぱあるわけで、うん、その卒業されて、うん、たまたまというか、まあ、今までのキャリアのあれで舞い込んできて、うん、こなしてこれたみたいなところあったんですけど、やっぱ大変なこととかもあったんじゃないですか。あと自分の代行がいないじゃないですか、はいはいはい、うん、だからまあ次に授業所作ったら多分自分が受けてる仕事をまあ譲れたりとかするかなっていうのもあるし、うん、そうですね、だからとにかく場所を作ってしまえば副業も OK にして、だから生き生きと自分らしく生涯現役で働いたらいいと思うんですよ、うん、60定年じゃないと思うんですね、うん、国も言ってますけど、うん、はい、だからなんかあんまり制限されちゃうと、まあ、国の60定年じゃないとはもう意味が違ってますけどね、全然国は60で定年されたら困る方の嫌の方ですから。そうそうそう、だからこう自分らしく、はい、まあ、自分のスタイルで働く人が増えたら、うん、71万人潜在看護師がいるけど、うん、もっと出てきてくれるかもしれないし、いやいやいや、ちょっと待ってください、ま、早いよ本当に、え、ちょ待って、なんそのスイッチはどうやって入れたんですか、それは勝手に入ったの。あ、そうか、一個一個多業種とこうやってる間に面白いな面白いなでどんどん入ってった感じなんですか。やっぱあると思うんですよ、それは絶対に。なるほど、ね、でも私ベースが看護師の仕事が多分離れてみたことで大好きだったんだ、うん、
ったって気づいたんですよ。それで今時短でこうなんていうのあらゆる仕事をいろいろ経験させてもらって、うん、もうありもう感謝でしかないんですよ、うん、こんな気ままにわがままにしてるのにそれでもこう仕事をいただけるっていう、うん、なんだろう本当感謝。そうだからなんだろうそれがだからまたみんなも見て、はい、すごく勇気をもらいましたって言ってくださるんですよ。いやでしょうね、それは絶対そうですよ。で中には、うん、私は天田さんのようにはできないけどっていう人もいるだろうし、うん、天田さんを見て私もやってみようっていう人もね、うん、もちろんいるだろうし、そういう人の方が多いんじゃない。あそういう人の方が多いんです。すごい影響力。そういうのもありなんだって。だから、うん、そう枠が外れるんですよ。病院以外なしみたいなじゃなくてなんか何でも好きにやってるので、もう本当不謹慎ですけど俺今頭の半分は天田さんのことじゃなくて吉本のこと考えてますどう吉本からこう向けるかっていうことは頭の半分で考えてる、うん、だからこの去年の9月8日に初めて群馬でやったナース×介護で作る働き方改革、これのその最後のアンケートあ の内容とかも読ませてもらったやったけど、やっぱりまあ客観的に見るとどっちかって言ったらどうやったら天田さんたちみたいになれますかっていう方が結構多かった、ね。なるほどね。あと悩みが結構、うん、そうですね。だから意外と悩みはものすごい全国のいろんな看護師さんからものすごく受けてるんですよ。あんまり公表してないんですけどね。だからそれがまあ問題点が分かったので、だからもう私次進むってことなんですよ。自分がここまでフリーで働いてるんじゃこの人たち救えないって思ったから、もう次行くんです私。そう整ったので、そういろんなことが。じゃあ行ってください。はいはいはい、認めましょう。次のステージに行くこと。はい、これからどういうことをされていくんですか。今年の結果も秋に伊勢崎に、はい、住宅あの有料老人ホーム、はい、あとデイサービス訪問介護、うん、訪問看護一体型の施設をオープンするんですね、うんはいはい、ここ自体が今までやってる自分も働き方改革の働き方ですけども、うん、だからもっと副業 OK にしてサロンやりながら、うん、自分の個人サロンやりながら訪問看護やってもいいし、うん、だからもう働き方改革の場所を自分たちが主導権握れるので自分が作れば、うん、多分やっちゃおうと思ってやるんです。ちょっともう想像つかねえわ。時代の流れが早いとは聞いてますけれどもこんな方々でみんなが前に行かれたらちょっとついていけないですよね応援はしますわ、うん、すごいだけど楽しく働きましょう。みんな自分の好きなことをちゃんとやりながら家族も大事にしながら、うん、あの現場はちゃんと現場で楽しく楽しくっていうかだからもっと喜びで働きたいですよね。しょうがないから心強いですよね。それを実践されてる方がいて心配ないですよってこんな気軽に言ってるわけですもんね。あだって自分できてるから今度ここでみんなでやればいいだけだから何も心配ないんですよ、ね、やり方分かってるし、うん、でもやっぱり不安なこととか大変なこととかありましたよね。いや不安がそんなないんですよ。なんかないですよ。出ねえじゃねえか不安がそうなんか本当かよ。なんかあの教育もあのやっぱ意識が大事だと思うんですね、はいはいはい、だから意識、うんうん、意識改革が大事だと思ってるから、うんうん、セミナー教育も私で、うん、今セミナーやってるので、はい、職員さんたちに全部教えていきたい。今日ちょうどね昨日かなニュースでやっててやっぱ俺もそう、うん、その通りだろうなと思ったんですけど、うん、やっぱ大人になって、うん学べる学べないってあるじゃないですか、うん、けど本当はみんな潜在意識の中で学びたいって思ってるんですよ、うんうん、これはもう8割9割の方が思ってるんですけど、うん、所属してる組織の関係とか自分の環境とかでもちろんあとは経済的な問題とかで、うん、学びたくても学べない人がその8割9割のもう半分以上の人がそうなってる状況らしいんですよねやっぱ今ね、うん、でそれがしょうがないでその壁を突破できなくってそのまま、まあ、ある種置いてくっていう、うん、諦めてくっていうあれなんですけどやれるよっていうことですもんね。絶対できますよ、うん、私ができたから誰でもできると思う、うん、いやちょっと聞きたいんですけど、はい、自分が多分確か天田さんに出会ったのは約 4,5 年前そうですね。でもその頃にはもう結構なんですか資格というかがあったと思うんですよ、はいはいはい、それは病院で勤務しながら学んだり、はいはい、あそうですね。でもそもそもは自分を整えるために学んだんですよ、はい、どうに生かすかははっきり言ってわからなかった、はいはいはい、やっぱり自分がやっぱ整えてから仕事行かないとやっぱ看護って、ねはい、心やお体が整えるってどういうことですか。サウナでしか聞かねえ言葉あそうです、はい、ナースでもあるんですか整える、はいやっぱメンタルとかやっぱ整ってないと、うん、なんか心の自信とかそういうことだったりとか心のなんだろう、うん、マインドとか、うん、自分の落ち着き、うん、やっ
ぱり、ね、現場っていうのは命の現場だし、うん、尊い場だったり、うん、あとやっぱりね自分たちあの仕事でそういう存在って分かってるけどやっぱ自分のイライラを当たってくる家族や患者様とか、ね、あと職場も女性社会なので、うんうんうん、いろんなことがあるじゃないですか。そうですね、内から外からいろいろありますよね、うん、そうそうそう、だからその時にやっぱり自分が満たされていれば、うん、どんなことがあっても大丈夫なんですよ、うん、そう大丈夫なんですか。大丈夫です。整っていればね。いやでも不安とか大変なこととかってありましたねやっぱりね。不安なことだから自分のだから代行がいないんですよ体調崩せないんだよ。そういうことだ。休めない、うん、いやけどいいわ、うん、希望の星だ本当に、うん、だけど楽しいんですよ。楽しいから多分そんなに、いやそうでしょうね。もう見ててわかりますよそれ。そう、うん、なんか楽しいが勝っちゃって、うん、ワクワクが勝っちゃってなんかあんまり不安がないんですよ、うん、でそういう人しかそうすると言ってこないんですよ。はい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 、はい、社長さんとかもみんな、うん、そう友の社長さんとかこうやってね応援してね。そう、まあ、面白い。俺は知ってるんだけど、うん、山田さんのお父さんもお母さんも知ってるから、はいはい、まあ、そういうパワーの持ち主あ、なるほどね、あ、生まれ育ったっていうのもあると思うよ。まあ、山田さんからしたら別に特殊なあれじゃないよっていうことですよね。本当に普通です。だって誰でも誰でも私特に普通だから何もかも普通だから、うん、そう。けどやっぱりキーはその大人になっても学び続けるみたいなところなんですか。なんか考えて生きるみたいな、まあ、学び続けるっていうか、うん、結局はまあ、自分らしくってとこですよね、はい、これが好きな向いてる人もいると思うし向かない人もいると思うんですよ、うん、だから自分の持ち場で自分を発揮されたらいいんですよね。それどういうことなんでしょうね。けどやっぱりどっかで見失っちゃったりとか、うん、諦めちゃったりするんですかね。組織とかで働いてたりすると俺もあんまり分かんない。まあ確かに東京で4年間、うん、吉本で活動した時はほぼほぼそういうことだったのかなと思うんですけど、やっぱ群馬来てちょっと変わったなって、まあそういうことなんですかね、なんかね。まあ、組織もいいとこあるじゃないですか、うんうんうん、個人も個人で、だから両方いい、どっちがいい悪いもなくて、なるほどね、自分がどういう、うん、すいません、組織のフォローもしていただいて。いやいやいや、でも本当にそうですよ。俺が確かに組織をけなしすぎましたね、今ね。でも私本当に今までいた病院のおかげで育ててもらって、はい、うん、学んだから今の良さも悪さも分かるわけじゃないですか、うん、スーパーナースやん。いやでも本当ですよ、うん、本当に。でだから嫌いで辞めたわけじゃないから。ああ、そうですよね、卒業っておっしゃってましたね。本当にそうなんですよ、もう大好きで。そうそう、さあということであっという間のエンディングでございますが、まあ、いつも通りに、お話聞き足りないという感じでございましたけれど、ここで先週のゲスト、ね、川原会長にも、お話いただきましょう。いかがでしたか今日の会はい、こんばんは。目の前がこう明るくなるというんですかね。ああ、いいですね、まずそこからね、もうあの先週お話した2040年に向けて大変な、はい、社会に向けて皆さんが結束しましょうという話でしたけども、本当に山田さんみたいな方がいらっしゃると、はい、本当に未来は明るいなと。こういう方たちがこう垣根を取り払ってですね、楽しく多職種でつながっていただければおのずと地域共生社会があの作られていくかなというふうに本当にあの期待しておりますので、うん、頑張っていただければと思ってます。強いです。じゃあ、天野さんの方からいろいろお知らせもあるということで、うん、じゃあその辺をちょっとリスナーの皆さんに。はい、第2回ナース×介護で作る働き方改革 in 群馬、3月6日金曜日1時半から3時半まで、マリエール高崎でありますので、はい、あの皆さんお越しください、はい、これどういった会なんですか。あ、これはですね、その看護介護だけでなく、はい、まあ、多職種でいろいろ垣根を越えてつながろうということで、うん、大阪東京でたくさんナースとか介護のイベントってあるんだけど、はい、群馬であんまりなかったので、はい、なんで私がその去年の9月にあのさせてもらってすごい反響があったので、第2回を、はい、することになりました、はい、俺マジで勝手なイメージですけど、はい、あの病院働いてる方が地域社会に出てくるってやっぱ今までなかったっすよね。で僕、うんうん、自分の地元緑市の方ですけど、うん、あ、緑市って言わなきゃよかった、そういう風ななんかあれを感じてましたよ。で今回あの、うん、ランとも、うんうん、をやらせてもらった時に、はいはい、そういう病院系の方々が出てきてくれた時に、うん、あ、ここをハブにしたらこういう人たちが出てくるんだっていうのは一回ちょっと気づきがあったんで、なんか徐々にそういう風に世の中来てるってことですよね。そうですね、うん、で多職種でやっぱり情報交換とか、はい、本当に地域を良くしたかったら、うん、看護だけとか言ってる場合じゃないんですよ。いや本当なんですよ、本当にそうなんです。絶対看護だけでもダメだし、介護だけでもダメだし、うん、行政だけでもダメだし、そうそうそう、やっぱね間にお笑い入れることが大事なんですよ。大事ほらほら本当に思ってるよ。お笑いと SDGs のいい接着剤なんだから。本当に
まだみんな舐めてんだ俺のことを。まあまあね、頑張りますって、ね、すいません話を折りました、はいはい、なのであのフリーナースになったターニングポイントとかトークセッション、うん、あと、うん、ザ・メンズ視点って言ってあの女性社会なんですけど、はい、あの数少ないメンズさんたち の、うん、あの介護看護で生きる道っていうポイントをお話これ川村さんも出ますよね。あ出ます出ます、はい出ます出ます、はい、出てくださいます、はい、大丈夫喧嘩にならない。いやいや大丈夫です大丈夫です、楽しくあの打ち合わせもやってますから。あと今回すごいすごいのは、うん、群馬県看護連盟の会長さん、うん、あと看護部長さんもトークセッションであのこれからの看護と未来というところであのやってくださるので、はいはい、あの今までは個人でやってたんですが、うん、群馬県看護連盟さんも応援で今度第2回がいやすごいでしょとか言って、はい、多分日本初なんじゃないかと思いますけど、はい、白い巨頭が動き出した。これ前回はやっぱいろんな、まあ、約40社ぐらいの協賛企業があって、はい、結構盛大にできたじゃないですか、はいはいはい、今回はもう会費制なんです。あ、そういうことなんですか。だから時間が短いんです。会場借りられないから、飲食だから忘年会みたいな感じで、忘年会って自分で来て自分で会費を払って、はい、な交流して帰られるじゃないですか、はい、そこにトークセッション、うん、あのなんでみんながあの、ね、聞きたいトークセッションもこう入れるんですよ。結構これ結構いいと思いますよ。斬新です、ね、じゃあそんなに活動資金も集めてない。だからもう本当会費だけ払っていただければこの2時間の枠の中でゲストを呼んでいるので、あの本当自分の多分気づきを結構みんな与えてくれると欲しい情報があると思うんですね。そこでだからお持ち帰りいただければいいかなっていうところで、いやいや協賛企業を募るんだったら富所鉄平はもうすぐ10万20万出しますから。いや俺は出さねえ。俺が欲しいんだ。川原さんもあの公演にはあのなっていただけますからね、ぜひ。ね、あのまあ回数重ねるのはなかなかやっぱりお金も必要だけど、はい、うん、そうやっていくとなかなか大変なので、うん、本当もっとシンプルにやりたいっていうのが、うん、まあ私の正直なところ。まあね、エネルギー切れちゃってもしょうがないしね。そうそう、だからもう、うん、飲食代払って、うん、あの内容はまあやりますけど、うん、気軽にいつでもまた第2回と言わず続けられるようなこう余力でやりたい。はい、うん、これけどちょっと先週からのね、川原さんも今いらっしゃるんであれですけど、うん、なんかわかんないですわかんないですけど、先週今週のお話聞いて、うん、なんとなくやっぱピンチが見える化されて、うん、みんながそれを意識しだしたら、うん、なんとなくグググってちょっとなんか動いてきてる感じありますよ、うん、でこれリアル介護も、うん、今回が60回目でしょ、うん、第1回の時にこんな感じの動きが見えてたかっていうと、なんとなく見えてなかったのに、ね、リアル介護始まったも多分そうだろうし、うん、リアル介護始まったことでまたなんか動いてみたいな、うん、徐々にググって進んでるような感じがちょっと面白いですね。これがまた第80回迎えた時に、うん、第60回の時に予想もしてなかったなんかまだ動きがありそうな感じで、うんうんうん、だね、まあ、何が言いたいかというと本当に何が言いたいかよく分かんないですけど、とりあえずあのリスナーの皆さん見逃すなよみたいな、本当に動いてるぞみたいな感じなんで、まあ、第2回は今回3月だけど、うん、また続けていきたい気持ちがあるので、はい、なるほど、いつでもゲストをよろしくお願いいたします。はい、ぜひ僕なんかでよければいくらでも、はい、よろしくお願いします。その時には僕は吉本卒業してるように頑張ります冗談ですよ冗談です。そこは本当に怪しいものだなと思ってね、あんまり言うとマジで怒られる、はい、ということで、今回のゲストはですね、長年看護師として病院勤務を経験、その後ロコモ予防などフリーランスとして、様々な活動を行っておりますフリーナースの天田さん、お越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。